日本 VS 中国第3試合です。アンダー63キロ延長1ラウンドマッチ。まあ中村さん、こうやって並んで分かるように180センチあるルキア対して173センチドンザーチ、一つ焦点となりそうですね。そうですね、 やっぱりこのルキア選手はこのリーチ差っていうのをね、生かさないと逆に勝てないだと思いますね。はい、そのぐらいドンザーチ本当に強いんで、はい、中国武術の型、そこにこれサンダー、はい、それにアーケリムエタイキックボクシングを加えたというのがドンザーチのスタイルのようですね。ウェイルイ選手はどっちかというとこうなんか中国武術色が強いというか、ちょっとこう独特の戦い方じゃないですか。はい、うわパンチ強い、はい、逆にドンザーチはもう本当オーソドックス、こう正統派に強いっていうタイプですね。はい、そこに2人が戦って延長戦まで。そうですね、ただあの時もね、ちょっとドンザーチちょっと気持ちが折れたかなっていうような試合展開でやられちゃったんですけど、あれから、うん、成長してますし、特にドンザーチの場合はやっぱりこうパンチとローキックのコンビネーション、はい、まあ、これが非常にもういい選手なので、そしてルキア選手こうやって前に出てローキックを全部はカットできないと思うんで、やっぱり距離で外したり、はい、いろいろとこう、うん、上身が強い、いいですね。お前蹴り、うん、距離逃げてますか。いいペースですよ、ね、はい、さらに左ミドルから左ハイ、これ勝ったらルキア選手も一気に評価上がります。いや、そうですね、はい、もうその中国国内ではウェイルイと並ぶ、はい、それ以上の人気というドンザーチなんですよね。さあ、小桐巻さんに伺いたいと思います、はい、ルキア出だしどうでしょう。いや、僕ね、今回このメンバーでルキア選手一番考えてる気がするんですよね。はあ、はい、うん、なんかね、もう充実してるというか気も充実してるし、中国遠征もあって対中国人ファイター数多くやってるんですよね。蹴りも本当走ってるし、うん、でリーチ差があるし杖もできるんで、パンチはね、もらわないような気もしてます。ああ、そうですか、うん、ああ、もらわず当てる、ちょっと、うん、ガリボリーえぐります。いや、ドンザーチこうなったら強さは発揮できないです。ああ、右ストレート、はい、ああ、